皆さんこんにちは、山田五郎でございます。私この度ですね、大それたことに創元社さんからこちらアルケミスト総書闇の西洋絵画史という本、しかもシリーズで第1弾5巻ですね。第1巻悪魔、第2巻魔性、第3巻怪物、第4巻ドクロ、第5巻王子、非業の死ですね。この5巻を一挙刊行することになりました。このタイトルをこうずっとご覧いただいてもお分かりのようにですね、これあまり教科書に載ってない、まあ暗かったりおどろおどろしかったり残酷だったりするような、まさにシリーズ名通り西洋絵画の闇の側面、まあそういう闇のテーマを描いた作品を集めてみたんですよ。世の中ですね、今の世の中は特にもう明るいこと、元気なこと、勇気をもらえることばっかりですよ。なんかもうそういうもんじゃなきゃいけないみたいな風潮になってますけれども、長い西洋絵画の歴史の中ではこういうダークな側面を描いた絵画っていうのがいっぱいあるんですね。いっぱいあるっていうことは需要があったっていうことですよ。で、需要があった、人々が求めていたってことは、悪魔っていうのにもただ単にその人間にとってネガティブな要素ばっかりじゃない何かがあるっていうことですよ。魔性の女についてもしかりですよ。非業の死についてもしかりですよ。で、こういう闇の部分を見なければですね、実は光って見えてこないんじゃないか。光しかなきゃね、光だってわからないですよ。闇があるから光の良さがわかるわけですよ。元気がないから元気の良さがわかるわけですよ。だからこういう物事何でもそうですけども、光の部分、闇の部分、両方見えなければ全体像っていうのは見えてこないわけ。そうじゃないかなと私は思ったわけですよ。なのでですね、西洋絵画のこうしたダークな側面を描いたものを集めてみてですね、いろいろ解説してみました。今鋭意取り組んでおります、こちら出版用語でゲラというね、最高というやつですけれども、こう大きく絵を紹介するページもありますが、ここの作品について細かく解説しているものもあります。悪魔なら悪魔で、その中で、まあ、ルシフェルがどうしたとか、そういうテーマごとに大体2ページから6ページぐらいでまとめてあります。一つの作品についての解説はもう本当に短い20秒か30秒ぐらいで読み終えてしまえるものですよ。で、一つのテーマについても、まあ、本当に200字程度の、まあ、Twitter ぐらいの長さの、すぐ読める長さで分かりやすく書いてあります。だけど全体通して見ると、例えば悪魔っていう、キリスト教の悪魔っていうのは我々が思っているような、ただ悪いやつじゃなかったみたいなことが見えてくるような仕組みにしようということでね、頑張って書いております。ぜひですね、ご興味のある方は書店でお買い求めいただきたいと思います。できればですね、こう5巻セットでお買い求めいただくとですね、より全体像が見えてくる上にですね、このコロナ禍で大変苦境に陥っております、私の生活も助かるということなので、お金に余裕のある方ですね、ぜひこう5巻まとめてお買い求めいただけるとありがたいなというふうに思います。一つよろしくお願いいたします。